どうもキツドラです。今回は英語にセンスはいらないということについて、説明していきたいと思います。よく英語の勉強とかで自分に才能はないとか、自分は凡人だから無理とか言う人いるんですけど、実際TOEICの勉強に関する動画で、コメントの方でそうやっておっしゃってる方いたんですけど、そうじゃないよということを説明していきます。早速なんですけど、例えば A 君と B 君がいて、 A 君は高校で英語の授業とかしっかり聞いて、受験勉強もしっかり頑張ってセンター試験で9割英語を取ることができたと。一方で B 君は英語の授業とかをあんまり聞かないで、受験勉強もあんまり頑張らないで、なんとかギリギリセンター試験英語を5割取ることができたと。で、2人とも大学1年生になって、同じ教材で同じ1ヶ月間 TOEIC の勉強をして、実際 TOEIC を受けた結果、A 君は800点、B 君は500点でした。それで、すごい、A 君は才能があるとはならないですよね。というのも、これって当たり前ですよね。だって1ヶ月という同じ期間勉強したけど、 A 君の方が B 君よりその以前から英語の勉強をたくさんしていたというバックグラウンドがあるからです。で、このバックグラウンドを無視して、この1ヶ月間という期間だけを見て自分の英語の理解力を判断している人がとても多いです。でも大切なのって、今までどれだけ英語を勉強してきたかっていう話で、大学1年からとか社会人になってからとか、そういった適当な地点から自分の英語の理解力を判断するのは意味がありません。だから以前に出した TOEIC 900点台を突破するまでにかかる時間っていう動画で、全員1ヶ月でいけるみたいな話じゃなくて、このレベルの人はこのくらい、このレベルの人はこれくらいというふうに分けたんですよ。だってその人がバックグラウンドとして持っている英語の勉強時間が違うからです。なのでセンスがないと感じている人は、必ず比較する対象となる人が存在するということだと思うんですけど、その人より TOEIC を対策した期間とかじゃなくて、生まれてから今までの英語を勉強した時間が短いだけなんですよ。なので同じ期間TOEIC の勉強しても、そもそもの知識量が違いますし、英語に触れている時間自体も全然違うので、新しい知識の吸収力っていうのも変わってきます。じゃあどうすればいいのかっていうと、もうやるしかないんですよ。やればできるようになるし、やらなければできるようにならないっていう、非常にシンプルな理論が勉強にはあると思っているので、高校時代とか過去にもっと勉強しておけばよかったと、反省するのもいいことだと思うんですけど、過ぎてしまったことはもう仕方ないので、一旦忘れて今からその分を取り戻せばいいだけです。大人になった今の方が理解も多分早いですし、勉強方法とか教材とかもすごいいいものたくさんあるので、その当時より絶対短い時間で効率よく学習できると思うので、そこはラッキーだったなぐらいに捉えてやっていけばいいと思います。といった感じで、何をどうすればいいかみたいな実用的な話ではなかったんですけど、自分はセンスがないとか感じている人はあんまり気にしないで、自分のペースで英語学習ぜひ頑張ってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけね。